酒ってひどいですよね。今度あの三代目に決まりました勝野君です。じゃんけんで勝つ家購入ってどういうことで？うまいですよね、交渉ことは。八木彦です。さあ今回も御殿場のご自宅にお邪魔して勝野博さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。この番組アクティブシニアを応援しようをテーマに60歳以上のシニアの皆さんに住まいとお金について学んでいただこうというとってもためになる大人のための教養 YouTube でございます。で受かった時はどういうお気持ちだったんですか？もう辞める寸前だったんですよ。だから太陽の3代目が決まったぞ、何ですかそれはっていうことで、太陽の上の3代目だから何ですか。ちょっとおかしいじゃないですか。いやいや、だから自慢の後ですよね。そうだから俺はもう辞めるんだから、だからお断りします、で大学戻らなきゃいけないんで、もうそっちの方が、気持ち的にはちゃんと卒業するのは親との約束だったんで、それでお断りしますって言ったら、お前バカじゃないかとかって言われて怒られて、いやそう言われてももう帰んなきゃいけないんで、これで失礼しますみたいなことで、じゃあ裕次郎さんに会うだけでもいいから行けよって、会えるんですかって言うんで、ちょっと薄めでは見たけど、今度会えるんだ、今度会話ができるんだと思って、じゃあちょっと行きましょうって、行きますって言って行ったら、紹介します、今度3代目に決まりました勝野君ですって。はって言って、裕次郎さんが「おおよろしくな」って「はあ」って言って、大人って嘘つきだなと思って。そんな展開だったんですか。もう断れなくなっちゃった。裕次郎さんと握手しちゃったら、もうそれはそこまではいいんですけど、その後だから僕は芝居できませんよって言ってんの、もう熊本弁でずっと言ってるし訛りあるしできませんって言ったんだけど、「大丈夫大丈夫だ」って周り言うんです。大丈夫でも何でもない、もう NG ばっかりで。そうでしたか、そうだった。結構 NG 多かったんですか？多かったんです。いや NG、あの太陽にほえろもうチーム出来上がってますよね。もう山さんとか長さんとか皆さんいらっしゃって、そうです、3代目入るわけですよね。3代目 NG 出すとどういう雰囲気なんですか？本当ですか？でもちょっとみんな、そう、リュウさんこうアクセントが、リュウライトさん、熊本弁になるんで、リュウさんがちょっとすいません敵、こっち来い、ちょっと時間くださいって。テキサスの敵、そうです、行ってみよう、はい、できた、よし、お待たせしました、よーいスタートって、また言えないんですよ。そういうのが続きましたね。リュウさんが結構練習に付き合ってくださって、リュウさんがずっとはい、その終わった後も飲みに連れてってくれたりとか、いろいろお世話になりましたね。昼食の会は最高視聴率 42.5%、 太陽にほえろの中でも最高視聴率ね、はい、その時もまだずっと4畳半一間のアパートですか？はい、布団が万年床で、先帰った方がその奥に寝れるんですよ。寝れるっていうか寝る権利が、友達といて、はい、剣道部の、やつと。でも当時ここまでヒットしたり、ちゃんとシリーズであってドラマもあれば、結構もう引っ越そうかなとか、ちょっと潤沢になったり。その後引っ越しましたけどね、一人暮らしで、はい、そしていよいよ、はい、今度は渋谷区日産道で 2LDK マンションを1979年5月5日子供の日ですね、キャッシー中島さんと結婚されて。そうでしたね。ね、出会われて、もう結婚されて引っ越されたんですか？そうですね、彼女がこういうの詳しいんで。お好きなんですか？はい、どうが楽しいんだろうと思って。そんなにね、住まいに、俺興味ない、こだわりがないんですか？もうないですね。じゃあ引っ越す時もこれ奥さんにお任せで。そうですね、見つけてきたのも彼女ですね。はい、奥様との出会い一周回って知らない方も多いと思うのですけども、僕はテレビに出てたんですね、ひまわりの家という池内淳子さんと太郎という子供と絡みがあって、その絡んでるシーンをたまたま偶然見たんですって。それで、あ、この人と一緒になろうと思ったらしいんです。だって普通の視聴者として、そう、それで芸能レポーターの方に俺がどこに出没するか聞いて、鬼沢さんとか前梨本さんとか、ああいう方々に
あのそうそうたる芸能リポーターの方ですよね。に俺がどこに出没するかって店まで、それで偶然の風な装って、はい、それで俺のファンですって言って一緒に飲もうとしたんですけど、僕は全然ダメで、あの恥ずかしくて、こんな綺麗な人が俺に近づくわけねえと思って、なんか騙されるんじゃない、なんか怖いなと思って、東京出たら女性に気をつけようと思ってたからそうやって思って出てきたんです。もともとここ、もともと危険だと思って避けてました。避けてます。1回目はじゃ あのキャッシーさんが玉砕したわけですよね。1回2回3回ぐらい。何回目に、そうはっきり覚えてないです。気持ちが変わったんですか。お酒飲んでたからお酒ってひどいですよねいやもうあの、お酒飲んでなかったら話せないですもんね、女性とあんまり。あ、そうです。そういうタイプでしたね、昔は。じゃあもう押し、そう押されて、それで、あの、まあ、その店が僕の友達の店だったんです。だからその友達に、あの今日勝野が来るぞって、ね、うん、そいつが全部知らせたんですよ。キャッシーさん、うん、じゃあ周りはもう固められてたんで、固められたんです。知らないのは俺だけだったんですもう何度も言ってるんですけど、猫見に来ないって言われて、あ、猫好きだから見に行くよって言って、そのままそこにいるようになっちゃったんですけどね。猫はきっかけでしたね、はい。まあ、結婚して改めてこれは買われたんですか、日産道。そうです、買いました。買った。それはいいマンションでしたね。あのこれ売る時も買った時より高く売れたと思います。でこの 2LDK のマンションに住んで、そして、はい、あ、もう現在になりました。ああ33歳から、あ、御殿場市、今のところじゃないですか、土地300坪あるんですね。それがじゃんけんで買って家購入ってどういうことですか。これ300坪ですよ。そうです、こう3区画に分かれてたんですよ、それで1区画を買おうとして100坪だけを、はい、それでじゃあ買いますって言ってここに来て契約しようとしたら、申し訳ない、これね300じゃないと売れないんだよねって急にそこで言われた。は？現場で、はい、どうしようって言うんで、ちょっとじゃんけんしようかって言って、どっちが言ったんですか、はい、僕が言ったんですか。もう、まあ、でもちょっとそれはどっかに買ってもいいなっていう気持ち。いや、借金しなきゃいけないじゃないですか、いろいろ、まだそんなにないってことで、まだだって30代です、33歳、じゃんけん、じゃあ俺勝ったらあのこう買おう、負けたらやめよう、って言ったのは俺が勝つ確率が少なかったから。あ、もともと彼女の方が強いから、じゃんけんも掛け事もなんて、あの花札、まあいいやいろんなね、なんか勝負事になると、それでやったら僕は勝ったんです、その時偶然に。これでじゃあ買うって、じゃあ買おうかということでこの300を買った。いやいやいや、でしかも買い足して今550坪になってるんですか。隣があの最近になって買ってくれって言ってきて、いやそんなその値段じゃ買えないって言って、結構、まあ、その交渉はうちの女房がやったんですけど、うまいですよね交渉ごとは頼りになるんですね、こっちのね値段でね売ってくれたんで、それで隣が250坪あるんですよね。わあ、すごいですね。それでこの、まあ、後々こういう広いところに、まあ、庭みたいなのがあってっていう。もうできて、はい、カフェもミュージアムもあるようになって、はい、ね、お庭も時々手入れされたり、はい、あのします、あのバラとかなんか、はい、剪定したりとか。実際ね住まれて今もお持ちなわけですけど、はい、どうですか。いろんなことができるんで、ごても湖もあるし、なんかいいですよここは。そうですね、はい、なんかのんびりして羨ましいんですけども、まあ、この御殿場もありつつですね、37歳の時にハワイマウイ島でコンドミニアムを購入されて、クジラを見ちゃったんですね。うわー、ここに住みたいと思って石投げましたねすごいいいおばあちゃんいるから会いに行かないっていう。え、何いいおばあちゃんって。というわけでこの動画がいいなと思った方は高評価を、チャンネル登録もよかったらしてくださいっていうか、ぜひしてくださいそれではコメント欄に感想もお待ちしています。
SBI シニアの住まいとお金